こんにちは、みどりです。今日はこちらの蝶々の編み方をご紹介します。こんな感じで立体になっています。立てたりもできますね。2色の糸を使って内側と外側2段で編んでいきます。使用する針は5号針を使用しました。必要な方はマーカーもあると便利かと思います。これですね。で、仕上がりサイズは約5センチですね。だいたい横幅5センチとなります。結構簡単にできるので、ぜひ皆さん一緒に編んでみてください。では早速編んでいきます。まず左手の薬指と小指に糸を挟んで、糸を人差し指に引っ掛け、親指と中指で持ちます。これが基本の形となりますね。で、まず鎖編み6目で輪を作ります。糸を向こう側から手前にくるっと1回転させます。そしてこの重なっている部分を押さえてもらって、糸を引っ掛けて輪に通す。で、下に糸を引いてもらって輪を引き締めます。で、ここから鎖編みを6目編んでください。1、2、3、4、5、6、6目鎖編みを編みました。で、そうしましたらこの1目目の左半目と裏山に針を入れます。裏山はこの裏返した時にポコポコとなっているこの真ん中のところですね。左半目と裏山を針の上に来るように刺してください。よいしょ。こんな感じです。で、そうしましたら引き抜き編みをしてください。糸を引っ掛けて引き出す。で、こちら側も一緒に引き抜きます。これで鎖編み6目で輪を作りました。で、この輪の中に針を入れて編んでいきます。ではまず立ち上がりの鎖編み3目を編んでください。1、2、3、これは長編み1目の代わりとなります。で、最後にこの鎖編みの3目目のところで引き抜き編みをしますので、分からなくなる方はマーカーをつけといてください。3目目ですね。よいしょ。3目目の右半目と裏山にかかるようにマーカーを刺しておくと便利です。で、そうしましたら次は長編みをします。長編みは一度針に糸を引っ掛けて、この輪の中に針を入れます。糸を引っ掛けて引き出す。で、もう一度糸を引っ掛けて2本を一緒に引き抜きます。3本あるうちの2本一緒に引き抜く。で、もう一度糸を引っ掛けてまた2本一緒に引き抜く。これが長編みの編み方となります。次に鎖編みを2目編んでください。1、2。で、今この立ち上がりは3目編みましたけども、これは長編み1目の代わりですので、長編みが2目、鎖編みが2目、このセットを全部で8回編みます。ですので、あと7回長編みを2目、鎖編み2目を7回繰り返していきます。糸を引っ掛けて、この輪の中に針を入れる。糸を引き出して、糸を引っ掛けて、2本を一緒に引き抜く。2本を一緒に引き抜く。よいしょ。で、長編み2目しましたので、鎖編み2目ですね。これを全部で8
10回繰り返していってください。長み長編み、鎖編み、鎖編み、一周編んできました。長編み2目、鎖2目、これを 1,2,3,4,5,6,7,8 8セット編んできました。でそうしましたら最後このマーカーをつけた最初の鎖編み3目の3目目に引き抜き編みをします。ここですね、この右半目と裏山が針の上に来るように針を刺して引き抜き編みをします。よいしょ。引き抜き編みをしたら最後にちょっと引き締めて糸を切ってください。でこのまま針を抜いてください。でこの裏返してこの最初の糸はぐるっと一周巻き込んであるのでこれはここでハサミで切ってしまって大丈夫です。で次にこの蝶々の周り羽の部分になる糸で2段目を編んでいきます。この灰色のはここの白い部分のとこですね。で次は2段目はピンク色で編んでいきます。で2段目はこの長編みを2つ続けて編んだところの間ですね。鎖編みのところではなく長編みを2つ続けて編んだところの間に新しい糸を結びます。よいしょ。これで結んでください。でこの時に結び目が後ろに来るように結んでください。よいしょ。そうしましたらここ結んだところに針を入れて糸を前側に持ってきます。で一度鎖編みをしますね。一目鎖編みもしました。でこの糸はここに一緒にくるむように編んでください。で次にこの鎖編み2目やったところですね、ここに長編みを6目編んでいきます。糸を引っ掛けてここ針を入れて糸を引き出す。で糸を引っ掛けて2本ずつ引き抜く。これを一つのこの鎖編みのここの穴が開いているところに長編みを6目編んでいきます。2、3、4、5、6目編みました。でそうしましたら次この長編みと長編みの間に引き抜き編みをします。針を入れて糸を引っ掛けてそのままこちら側も引き抜く。でこの鎖編みのところに長編みを6目で長編みと長編みの間に引き抜き編みを一周ぐるっと編んでってください。糸を引っ掛けて穴に針を入れて2本ずつ引き抜く。1 2 3
し、五、六。6目編みましたら、長編みと長編みの間に引き抜き編み、これをあと 1,2,3,4,6 全部で8個一周ぐるっと編んでってください。でこのピンク色のこの巻き込んでいた糸は2つ分ぐらい一緒に編み込みましたら、ここで糸を切ってしまって大丈夫です。よいしょ。でこれからも同じようにぐるっと一周編んでいってください。こちらの灰色の糸も一緒に巻き込んで編んでいって、2セット分ぐらい一緒に編み込んだら糸は切ってしまって大丈夫です。長編みを6目編みました。で最後はこの最初に糸を結んだところに引き抜き編みをして一周が完了となります。で針を入れて引き抜き編み、よいしょ、キュッとぐるっと一周編みました。でそうしましたら鎖編みを8目編んでください。1,2,3,4,5,6,7,8 で8目編みました。でそうしましたらここを半分に、このような感じですね、蝶々半分に、これをぐるっと、よいしょ、巻きつけます。この一目目に引き抜き編みをします。ここです。これに一目目に針を刺して、よいしょ、引き抜き編みをします。よいしょ。でもう一度鎖編みを編んでください。キュッと引き締めましたら糸を切ってください。で、こんな感じですね。で、ここは糸処理していきます。縛りに糸を通しましたら、見えない内側ですね、内側に糸を通して、でこの端で糸を切ってください。最後にこの触角を作ります。糸を、よいしょ、2箇所結んでください。こ
んな感じで2箇所結び目を作ります。でそうしましたらこれの端で糸を切ります。でここのところに挟んでください。よいしょ。こんな感じで蝶々ができました。でチェーンをつけてキーホルダーにしてみても可愛いかと思います。こんな感じで、簡単にできるのでぜひ一緒に作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みどりでした。バイバイ。